今日のビデオはですね、Java Enterprise Edition ショッピングサイトプログラムその12といたしまして、ログインするために SQL 文を扱うその2とさせていただきます。よろしくお願いします。まず前回、メンバー DAO クラス書いたんですよね。そこで、セレクト文を書きました。で、これはどういう意味かというのを見ていきますと、セレクト、すなわち選ぶということですね。データベースの中にあるテーブルから必要なものを選んで抽出するというものです。今回扱いますテーブルはメンバーテーブルというのは用意されますので、そこから抽出することとなります。条件を与えるためにホエアと書いてください。メールとパスワード、これを与えたことによってそれと一致したレコードの中から名前を抽出するというプログラムなんです。で、このセレクト文はユーザーセレクト SQL という名前でストリング型だと、そして定数だというふうに宣言しています。これはですね、このセレクト文どこで実行するかといいますと、ここにですね ps.executeQuery って書いてますね。この中に実は代入するものなんです。実際にはこう書いてもいいんですが、そのようには書きませんで、ここで SQL 文挿入してますね。で、そこにコネクションと書いてあるんです。これは上の方にありますが、コネクション型のコネクションというものでして、これはですねデータベースと接続しているという意味なんです。そしてですね、ここにリザルトセット RS と書いてますが、これはデータベースのテーブルと接続して作ったオブジェクトです。で、変数名が RS となっています。で、この RS を駆使して、toUserList というメソッドを今日プログラミングして、そこに引数として RS を与えることによってデータベースからデータを抽出するんだという展開になっています。この SQL 文には条件としてメールとパスワードを与えるんですが、ハテナと書いてますね。そのハテナの1番目と2番目にはメールとパスワードを与えるんだというコードも書いてあります。では早速今回書きます toUserList というメソッドをプログラミングしていきたいと思います。まずアクセス就職リストですね。これはこのメンバー DAO クラスの中だけでここで利用されますので、プライベートと宣言いたします。そして型ですね、これがリスト型ということになりまして、仮括弧をいたしまして、中身にですねメンバーエントリービーンを入れてまいります。そして、メソッド名を書かなければなりませんね。で、それが toUserList ということになります。でコピーして、貼り付けます。そして RS はリザルトセット型なんですよね。これをもらってきまして、まあ、RS の型として書いておきます。こんな感じですね。そして例外処理のためにスローズと書いておきまして、 SQL エクセプションということにいたします。で、カットで組みますね。で、この後なんですが、リスト文を書いてまいります。リスト、そしてカッコしてメンバーエントリービンですね、これが入るんです。このリスト文の名前をつけます。 let let ということにしまして、イコール new アレイリストしてみてください。また仮括弧をしまして、メンバーエントリービンですね、これを書きます。で、括弧括弧として攻め込みます。今度はトライキャッチ説を書いていきます。で、トライキャッチ説の中でですね、ホワイル文を書いてもらいます。繰り返し処理ですね。中身が RS
.next と書きます。で、括弧ですね。このように書きますと、データベースのオブジェクトを next ですから次に進めてください。しかも一個一個進めてくださいって命令なんですね。で、書いていくコードですね。メンバーエントリービュー、これを書いていきます。オブジェクトを作るわけなんですが、オブジェクトの名前ですね、ユーザー、そしてイコールニューしますね。で、メンバーリーエントリービーのデフォルトのコンストラクターを使いたいんです。そしてセミコロンです。このメンバーエントリービーというクラスにはデフォルトのコンストラクターないんですが、 Java の場合コンパイルすると自動的に生成されます。書いていくコードがですね、ユーザーというオブジェクト、これを使うということはメンバーエントリービーンクラスのメソッドをかけようということになりますので、ドットをつきまして、セット、ネームということになります。で、括弧いたしまして、何をセットするかということになりますから、データベースと接続したテーブル、この RS というオブジェクトですね。そこの get ストリーム、そして、括弧いたしまして、ダブルコーテーションで組みまして、ネームですね、ということになります。セミコロンです。同じようなコードを書いてくるんですが、コピーして貼り付けます。次はセットネームではございませんので、セットメールですね、変数名もメールと書いておきます。次はセットネームではなくてパスワードですね。変数名もパスワードですね。このように書いておきます。ユーザーというオブジェクトに名前とメールとパスワードセットされたことになります。そしてその後どうするかと言いますと、先ほどのリスト型のレッドという変数にドットアドと書きまして、その後括弧してユーザーというオブジェクトですね、これを入れます。セミコロンです。そしてファイル分はここで終わってますね。ですからデータベースのテーブルを順次一つずつ見ていくと、ユーザーというオブジェクトに名前とメールとパスワード、それぞれセッターにセットしろよと、その、セットされたオブジェクトの中身をレッドというリストの配列ですねに入れてくださいというプログラムだったんです。このリスト、これは固定帳の配列になります。固定帳でしたらこのレッドには複数の値が入らないように思われますね。ところが入した時にアレイリストを入してリストに代入しているんです。アレイリストというのは可変帳のリストですので、配列の要素が変わってもいいんだと、増えてもいいという命令がこのリスト型のレッドという変数を宣言するんですが、アレイリストで入するというコードなんですね。で、リターン文を書きましょう。リターン、何を返すかと言いますと、今言ったレッドというこの配列を返すんですね。このように書いてください。で、キャッチ接をつけてまいります。SQL Exception ですね。そして変数の意味ですね。で、括弧で括ります。で、処理するのはスロー、そして new、そしてSQL Runtime Exception といたします。変数名はいいんですね。で、セミコロンです。で、このキャッチ接が、例外が起きなかったとしても、必ず実行されるコード、Finally を書いておきます。それがですね、Close。で、中身がですね、RS ということで、データベースとの接続を閉じてください。で、こうしますと、
どうなるかということになります。この命令はこのメンバーのクラスの get user メソッドは使われてたのはサービスパッケージのログインサービスクラスでしたよね。この中にログインというメソッドの中で get user というメソッドを呼んでいたんです。ユーザー DAO というオブジェクトがありますね。これはメンバー DAO クラスで作ってるんです。ですからそこのクラスの get user を呼んだんですよ。それはコネクション、get コネクションということでデータベースと接続したものですね。でコネクションを与えてメールとパスワードを与えていたんです。そして返り値ですね、ユーザーというものが返ってくるはずだと書かれてます。ですからここですね、リターンヌルとか例外が起きた時の表示とかユーザーリストとゲットですね、間違ってます、保存しておきます。でユーザーリストがこの Y になってますね、今スペルにしてエラーは消えますね。このようになります。でログインするために SQL 文を扱う、その2は終わりといたします。でまた次のショッピングサイトプログラムの動画でお会いしましょう。どうもありがとうございました。